中嫌や。真ん中行ってください。行きました。行きやがった。だからやめるんだら今。あ、俺一番下はこれなんですよ。ガックっぽい。これマイゲームこういう癖になっちゃうかな。だからって言って、なんとなく気をつけて、ちょっと手堅く行こうとか、ちょっとこういうのをすると、大体うまくいかないですよね。外線とかちょっとないかな。まあでも、打ち返しちゃったみたいな、当たるまでは、これにしよう。33、いただいた。お、ビッグだ。よし、この辺から電車乗ったら背負って86くらい。あれ？前日478ゲームの高画機動隊
酔い越しのゾーンを狙ったら形跡があったんで、多分ガックンせずそのまま狙って前みたいな感じだったと思うんで、まあこれ見せかけられてるかもしれないですけど、ちょっとまあ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 打ってみます。とりあえず結構2号ローも250も当たりますんでね、見せかけられたら。あのマギいっちゃおうかな。あのマギいっちゃいます。高設定を意識してる人が窓マギ多いですよ。で最近増大して窓マギバーってなってて、悪かなさそう。そのまま持って帰ったんですけど、まあ何か気に食わないことがあったんでしょうね。この台逃げるのは少し早い気はしますが、それじゃあまあとりあえずね、2頃ぐらいまで様子見ましょうか。はい、259安倍氏、もう前兆も始まらへんかったんで、一旦ここで止めて、周りの様子見に行きたいと思います。魚太子さん、初当たりがまだマシっぽい銭形があったんで、それちょっと打っていいですか。好きだね銭形。好きとかじゃなくて打てる台がないんですよ。ガンソーダ、ガンソーダもいい。なんでガンソーダも僕魚宅さんにやられたのがトラウマになって、あれ以来一切触ってないんですよ。あの死ぬからも楽しい。しんどいしんどい。いやあれゼロでも、ゼロになってなくてもリセットあるらしいんですよ。え、ジローが嘘ついた。あれ嘘っていうか、なんかまあ時系列的にあの時解析は出てなかったから あれなんですけど、後日の解析で分かったことは、あ、そうなの。そう、あの数字だけじゃ見抜けへんっていう。あ、そりゃそうだよな。まあ簡単すぎますよね。初当たりがまだ軽め、軽っぽい銭形打っていいですか。大丈夫ないねん他に。わかるけど、だって俺も迷った挙句なんか出てるし窓ガキ来たけど、もうええやん、まあ、気持ちは一緒。あの魚宅さんも OK くれはったし、なんかもう結局いつでもひねり出したらええんやろ。この考えやめろよ。え、この考えやめろ。せめて狙えよ、ちゃんと構成って狙えよ。じゃあとりあえず頑張ろう。まだマシっぽかったから、え、まだ俺食らってる、うん、出玉でやれるし、ちょっとほな頑張るわ。え、やばそうやな、今日やばそうやな。ちょっとやばそうやな。頑張るわ。うん、ちょっとかなりやばい予感がするので、ちょっと一旦次郎君と相談しに行きたいと思います。あのさ、今な定格中に昇格チェリー引いて使ってベル5回引いて使って高額にも移行せえへんねん。もうやばいよな。やばそう。ただ今400やねん。一応400から。ノーボーナス。え、ノーボーナス。うん、じゃあ2回初当たりがある。もう400やったらもう捨ててもいいとは思うけど。捨ててもいい。ていうか捨てた方が良さそうやな。ちょっと怖すぎるよな。一瞬で。オッケー、ちょっとやめるわ。怖いわ。もうええわ、どうでも。ゼロゲームからガンソード打ちます。もうええわ。昨日出てたっぽいんで、リセットやったらリセットで、なんかワンチャンあるんちゃいますか。もう知らないっす。もうとりあえずこれいきます。あー、スキルの試合は一定段階ないな、これやべえな、これもう。ああ。いいっすか。なんだお前、なんだよ、大事なとこあんの。ちょっとね、銭形が芳しくないんで、あの、いいわ、ガンソード行ってきます。魚宅さんの意思を継いで。お前名刺ないんだっけ。え、名刺ないんだっけ。僕っすか。いやもう一つは思いますよ。なんか押すんすか。あ、見てほしい、赤7。え、何を赤7、赤7、中段、中段。
じゃあ、ヒギマーカー。え？ヒギマーカー、ヒギマーカー。中段。ラーボン2個は言われる。中段？中段？で、滑ってくるから。え、中段にビタ押さえる。いや、ここはビタじゃなくて、滑ってくる。あと7分、普通に。大体。あと、また。ここは2個は。鳥、鳥を上中段、鳥。ざけんなおさりですか。おいしいよ。おいしいよ、お前。レッツゴーフランキーチャレンジ。よし、一緒にだ。そろそろ行こうか。お、40。あんだよ。マジか。おお。最高。こんなポップシャワーいわ。アップデートランクハウスからチャンスそこ決めないと。現在投資は1450枚なんで、ちょっとしんどい。早く。軽く全国だけ確認して折ってもいいけど別に折る理由もないって。ちょっと周りが強いんじゃ多いかなと思ったんですが、まあ、ぼっちぼっちやめ出してる人がいる。デザマツ行けるのにやめ出してるっていうのはやっぱ何か引っかかる要素があってのことだと思いますし、うーんって思えるリリック台も出てきたんで、このまままぎやめて違う台行こうかな。大阪自動台と長噂に聞くと、あなたが幸せの時入ったらしいな。幸せの時来たんすよ。俺めっちゃ得意やからやるわ、マジで。じゃあめっちゃ得意やねん。前さ面会したやん。いや分かってるよ。でもめっちゃ得意やから。とりあえずもう揃えてもらって。うん、 OKOK。 ほんま頼みますよ。おーしゃ、任せとや。20分の1やろ、10ゲーム内に。余裕よ。よっしゃ。ええねん。大丈夫。まだ8ゲームあんねん。出やへんけど。大丈夫や。じゃあそう簡単に来へん、20分の1なんて。大丈夫。心配すんな。大丈夫っす。バカ野郎クソが。あと5ゲームしかないけど大丈夫っすか。大丈夫っすか。おい大丈夫っすか。ほんまに入れてほしいの。いや入れよ。なんか気持ちが全然伝わってこいへんの人。なんか全然熱くなれへん。じゃあ全然熱くなれへんのやから、あなたから気合が入って、なんかこう伝わってこいへんから。91%入れたら。いや分かってるよ。じゃあなんか別に美味しいとか思ってるやろ。なんかそういうのが伝わってきて全然俺も力が入らへんねん。要は引いたな思ったけど。
ちょっとでも入れてよ。じゃあ大丈夫、あと2ゲーム、あと2ゲームあるから。カットイン出せや。ひどいな、ひどいなこれ。ひどいわ。なあ。何も。おっさん、最後。うわ、右行け。おっさん、おらじろ、バカ野郎。おっさん。ラスト1、ラスト1狙いや。ありがとう、ありがとう、ほんまありがとう。あら見ろ、ほんまありがとう。やるやろ、やろ、ありがとう、ほんまくれよこの台、この台くれよ。それは無理、この台くれよ。じゃあこの台くれよ。今は頑張ってるでしょ、頑張ってる。ちょっと今チラッと見たら光太郎くんの台が、俺が揃えた高太郎くんの台がなんか終了画面になってるんですけど、ちょっと待って、お前ちょっとこれ終わらすのないぞ。なあお前頑張れ、頑張れよ、いけ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 、上上下下、それを押した、それを押した。あー違うわお前、お前やろ、知ってんの、知ってんのよ、ちゃうやろ、お前やろが、お前あるが、お前相撲とっけ、ほんなら。ふざけんなよ、バカ、お前。お前、すげえな。すげえな。うわぁ、怖い。ほれ、ほれ、そろた。オーバーフローよ、いきなり。レッツゴー、フランキーチャレンジ。あ、俺何やってんの。うわ、はい、確定。